はい、皆様こんにちは、加用麻里乃でございます。今日はですね、日本で一番難しい資格とはということでね、まあ、難しい資格結局国家資格に多いんですけれども、12個ほどピックアップしたのをエイジレス志向さんというですねウェブメディアに掲載されていたので、まあ、これちょっとずつね、なんか解説しながらご紹介していきたいと思います。はい、まあ皆さんもですねご存知の通り、まず司法試験、これはですね最も難しいと言われているんじゃないかと思います。まあ弁護士、検察官、裁判官になる試験ですね、まあ、これはね結構容易に想像つくのかなと思います。あと公認会計士ですね、これ日本三大資格の一つであります。まあ、難しいと評価されています。それから弁理士というのは特許とかね、そういうのを主に取り扱うんですけれども、まあ、弁理士に関しては大企業で働いている人で、結構ね技術とか、まあ、理系の方でね、まあ、仕事必要だから取るみたいな方がね結構多いイメージがあるんですけれども、なかなかねこれ偏差値高いです。であと税理士がね AI でもうオワコンだとか言ってる人も、まあ、いるんですけれども、まあ、そうはならないだろうというふうにね、資料としては見ています。そして医師、これもね日本三大国家資格の一つであります。まあ、医師はですね医学部に入るのがもう相当難しいですからね、まあ、これも容易に、難しいというふうに想像つくと思います。そして、ここからねちょっと皆さんね一般人でもあんまりわからないみたいな資格も混ざってくると思います。まず司法書士、これね私が資格持ってますけど、まあ、司法書士でね確かに、試験難しいです。難しいけど日本一難しいかって言われると、自分の感覚的にはそれはないと思います。はい、ただ相当難しいのは確かです。で、次中小企業診断士ですね、これはですねちょっと持ってないので何とも言えませんけれども、まあ、中小企業診断士持ってる方とお話しするとですね、まあ、確かにですね勉強必要だけれども、日本一というかっていうとそこまでではないというところですね。はい、ただ中小企業診断士ってどういう仕事するのか、それに関してはやっぱりよくわからないと思うんですよ。わからないと思うんで、ぜひね対談動画とか見てください。はい、それから次不動産鑑定士、これね、130人くらい、しかいないということでね、もうそもそもね絶対数は少ないんですよ。ただ難易度としては、まあ、不動産資格の中ではね、最高峰と言われているので、これはねかなり難しいと思います。で次総合無線通信士1級、これねもう全く違う世界で私分からないんですけれども、調べるとね2021年度は207人を受けて10人しか合格しないってことなので、これもね絶対数相当少ないってことで、結構ねマイナーでニッチな資格だと思います。はい、で次社会保険労務士、まあ、これは日本で一番難しいっていうのはちょっとね無理があると思いますけど、そこそこねしっかり勉強しないと取れないと思います。そして、次システム監査技術者、それから IT ストラテジスト、まあ、いずれも 15% ぐらい合格率あるということで、まあ、ただ IT 分野の中ではね資格としては相当難しいということで一応ピックアップされていたのでご紹介しました。まあ、日本で一番難しいっていうとね、なかなかそのどういう角度から見るかによりますよね。だって医者と医師と司法試験どっちが難しいですかっていうと、それ全然測るベクトル違うじゃないですか。だから何とも言えないんですよ。まあ、唯一ですねその比較が言えるとしたら、河野玄太さん、医師、会計士、司法試験、これ3つ合格してるねスーパー受験業界の神みたいな人がいるんですけど、こういう人3つ合格してるんで、この3視点からですねこの3つの中でどれが難しいかみたいなことをねちょっと解説してくれたらなんか面白いですけれども、まあそうじゃない限りで、ね、なかなかちょっと視点がね視点というかもう勉強も内容も違いますからちょっと難しいと思います。そういう意味ではですよ、司法試験と司法書士もこれ一見似てるように思うんですけど全然違うんですよ。問われる内容がね、司法試験ってやっぱ実態法上の多分ね、もう話試験多いと思うんですけど、司法書士って実態法上じゃなくて手続き法をメインの試験になるんで、その勉強の仕方とかもアプローチも全然違うんで、そういう意味ではね、どの資格が一番みたいなのを決めるのはちょっと難しいなというところです。はい、まあ、そんな感じでね、一応ねこういう記事があったので、各ね資格に対しての、まあ、私なりのね、意見みたいなのを言いながらですね、今日ご紹介しました。まあ、気になる方はねちょっと記事 URL 貼っとくんでぜひ見てください。はい、ということで今日以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。